東京都葛飾区立石、駅周辺にはですね、昭和の佇まいが色濃く残る酒場がですね、数多く存在していまして、近年センベロの聖地とも呼ばれているんですね。今回はそんな立石の街ではしご酒をしてみたいと思います。まず1軒目は奥戸街道沿いにあるよってけどどけ。大きな赤い提灯が目立って分かりやすいお店ですね。こんにちは。何やってんの？いや、YouTuber？ はい、すいません。早速お店の人にいじられておりますが、まあメニューを見ていきましょう。ビールはですね、中ジョッキで450円、酎ハイは300円からと、大変優しい値段設定になってますね。おつまみメニューを見てみます。定番メニューもありますが、壁に掲げられたホワイトボードに、日替わりのおすすめメニューがあるのが特徴的です。ということで、まずは生ビールから。やっぱり最初はビールですよね。そして立石の酒場の特徴として、1杯目は周りのお客さんと乾杯をすることが多いです。いや、おばちゃん誕生日なんだよね。あ、なんだろう、ちょっと LINE で見たの。おばちゃん誕生日なんで、今日顔出せるって言った。そしたらちょっとでも出します。 LINE なんかね、なんか満タンにした。今日顔出せるって言った。まあ何口かですね、飲んでいますと、ジョッキの取っ手を持たないでね、飲み始めるんですね。これが僕の特徴です。手を持たずにと思いきや、ぐるりとグラスを回して取っ手を持ってぐいと一気に飲み干します。最初の生ビールって本当美味しいですよね。さて2杯目は下町ハイボールをいただきます。下町ハイボールとはですね、酎ハイに梅シロップとですね、レモンが入ったね、下町ならではのお酒となっておりますが、これですね、立石のお店によってはですね、立石ハイボールと名付けているお店もあるんです、すごい個人差はありますよ、ちょっとお腹が空いてきたので漬けカマンベールを頼んでみました。醤油とですね、ニンニクですかね、漬け込んだ、カマンベールチーズ、とっても美味しいです。工程から山が見えるので、ファッションがちょっと結構、まあ、まあ、
なりおしぼりを下に敷き始めましたね。これですね、グラスについた水滴がですねちょっと気になってくるんですね、そういう時にね下にねおしぼりを敷いてね、人によってはこれを沖縄スタイルなんて呼ぶ人もいますからね、どうでしょう。この日はですね、常連さんの誕生日ということで、お店の方からですね、サプライズのバースデーケーキがプレゼントされました。まあこういうのね、いいですよね。ケヌキ坂46。違うんだよな。やばいな。ケヌキ坂。ごめんね、ちょっとね、あれがね。はい、ということでお会計です、生ビール1杯、下町ハイボールを3杯、それからおつまみで漬けカマンベールをいただきまして、合計1800円の会計となりました。ありがとうございます。合計4杯いただきまして、ほろ酔いでいい気持ちになってきましたが、続いてのお店2軒目ですね、中店の商店街にあってですね、なかなかいい雰囲気のお店です。東京屋台田島。ほらどうです、なかなか雰囲気があるでしょ。すいません、お邪魔します。いやいや、席がね空いてました、ラッキーです。東京屋台はですね、混雑してる時は結構多くてですね、入れない時はね多々あるんで、このようにね空いてる時はですね、もうささっと入っちゃう。さあメニューを見てみましょう。生ビールは450円、サワー類は300円後半、380円ぐらいかな、揃っております。まずはですね、お店を変えるとですね、とりあえずビールから、これ僕の常識です。まあ小山さんだよね、小山さんと俺だね。でもほら若いから暴力とか来るわけじゃないですか。だんだん酔ってきてますね。口数が多くなってきてます。さあ料理メニューの方はですね、壁の方にホワイトボードが掲げられております。結構メニューね豊富なんですよね。でまあそんな中からですね、玉こんにゃくをいただきました。醤油の味がですね染み込んでね、とっても美味しいです。そしてお酒の方はビールから塩レモンサワーへ変わりました。この塩レモンサワーですね、まあ普通のレモンサワーにですね、飲み口に塩がこうついてるんですけどもね、ちょっと味変してね、さらにお酒が進むというですね、結構危ないお酒です。でもこれさえ頼むってことは緊急じゃないよね。自分で買いたほうがないの。魚肉野菜ほらほら、もうこれね酔ってますよ。そんなに広くはないね、お店の中で席移動してますね。そしてですね、この後ですけどね、これまた生ビールに戻るんです。まあこういう時ね、大体ねもう酔ってます。僕ね、大体ですねお店を出る直前に最後はですね生ビールを飲むことが多いんですね。締めのビールなんて言ってね、もうこれをね、まあ、大体飲まなくてもいいぐらい酔ってるんですけどね、なぜか口の中をシュワシュワしたくなるっていうことでね、大体もう締めビール飲むときは酔ってます。さあお会計です。生ビール2杯、塩レモンサワー1杯、そしておつまみ玉こんにゃくいただきまして1660円でした。いや、ひろゆきさんいつもありがとうございます。帰ればいいのになぜか足が向いてしまう3軒目、やってきたのは中華料理屋の2階にあるビルですね、ハンドレッドアイランズ。どうですかこの佇まい。ほら入りにくいでしょうこの階段。でもね、ここはね勇気を持ってこの階段を上がるわけです。ちょっと薄暗くてね、
怪しい家で、なかなかいいんですこういうのね。立石はねこういうお店ね結構あります。そして階段上がりきったところでこれまた開けにくい扉、うわーどうでしょう、もう勇気を持って開けちゃいます。何でもやろう。よしよし。あ、ダメだこれ。ああ、もうダメだこれ。ダメだこれ。写真じゃねえから。いきなり強烈な面々に会っちゃいましたけど、こちらのお店、フィリピン系の食材などを数多く揃えておりまして、お酒を飲まなくても買い物だけでも OK です。そしてドリンクはですね、フィリピンビールのサンミゲール。これがね、嬉しいですね。フィリピンビール飲めるんですよ。そしてお通しのカレー、まあ大体ですね土曜日にカレーが出ることが多いです。そしてこのお店はですねカラオケが歌い放題。最初にですね税抜きで1500円ぐらいですか払うと、あとはですねその都度、頼んだドリンク代だけ払えばいいということでね、非常にお得なお店だと思います。うわーひどいですねこれ、相当酔ってますよこれ。うわーひどい。この日はですね深夜のそうですね12時ぐらいで 7,8 人ぐらいのお客さんがいましたがね、結構盛り上がりました。というわけでお会計はですねフィリピンビール、お通し、そしてカラオケ歌い放題ですね、税込み1620円となりました。いや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 、この日はですねこのお店で1杯しか飲めませんでした。情けない。すっかり人の気配が消えた深夜の立石、楽しかったけど明日が辛い。